総本山第67世日経上人芸家ご教示、すべては正代から。第21条造前改悪の徳。妙法蓮華経にはあらゆる教教の功徳が備わるのである。例えば太鼓を弾けばそれに付随する網の目がすべて動くように、また衣の角を引けば付属の糸筋がそれに引き寄せられるように、妙法信仰の一行にあらゆる功徳と善根が動き現れる。つまり人々の行いには善や悪があるが、善の行いにはいよいよその功徳が増し、悪の行いには反省や介護のきっかけがいろいろな形で生ずるのである。妙法を正しく従事する人はこの不思議な心の動きをよく留意できるのである。